はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、ちょっとこういい感じの雰囲気の街、亀戸に来ております。亀戸と聞いてね、もうね、察してる方もいらっしゃると思うんですけれども、大人気の煮干しラーメンを提供しております月日さんにお邪魔しようと思っております。まあ僕の動画でも一度か二度ほどお伺いさせていただいておりまして、ここの煮干しがめちゃくちゃうまいんですよ。で、たまたま僕その月日の店員さんと地元が近くて、今年のお正月にたまたま地元で会いまして、年明けにね、ぜひ月日さんのラーメンまた食べさせてくださいということで、本日はですね、撮影に向かっております。いやー、でもね、今日ラーメンなんだけど、亀戸来るとね、お酒飲みたくなっちゃうね。今回お伺いする月日さんなんですけど、今ね、僕の後ろに見えております亀戸横丁さんの中に入ってる店舗さんですんで、中に入るとね、ちょっと余計に飲みたくなる可能性もございますが、本日はね、しっかりと我慢して美味しい煮干しラーメン食べていこうと思います。痛風だから大敵なんだけどね、煮干し。はい、ということで、ただいまですね、月日さんの方でもうすでに、ま、注文というかね、事前に今日何食べたいですとお話はしているので、すでに料理は作っていただいておりますが、月日さんの方はですね、煮干しを主体としたラーメンを提供しているお店さんでして、通常の中華そばと濃厚系、これのね、煮干し系のラーメンの2本柱が基本的な主体となっておりまして、その他にももちろん油そばや限定なんかもあるんですけれども、本日はですね、ラーメン系を2杯と油そばに1杯、つけ麺が1杯の合計4杯食べていこうと思います。で、もちろんまずはですね、味の優しいものからということで、一発目に中華そばをいただく予定となっておりますが、そもそも月日さんの中華そばも優しくはないので、煮干しの濃度的にね、ガツンとしておりますが、一応ね、お店にあるメニューの中では一番優しめのメニューではあると思いますので、ぜひね、皆さんもですね、初めて来る際にはまず中華そばを食べてみてから他をね、食べていくことをお勧めさせていただきたいと思います。いや、うまそうだ。ではお待たせいたしました。ありがとうございます。特製の中華そばです。うわぁ、ということで本日ですね、一杯目いただきます中華そば、これね、チャーシューからスープからもう見える全てがうまそうなんですが、早速ですね、出来立てをいただきたいと思います。いただきます。うまそうだな。あー、うまうまい。あー、うまい。うわ、うま。このスープでございますよ、皆さん。ほんとうまいわ。うわ、ちょっとこれね、麺いっちゃいましょうか。これ月さんのね、麺は煮干し系に合うように細麺ではあるんですけど、若干ね、この煮干し屋さんのところよりは太いタイプで、食感もね、うまいんですよ。もう本当にさらっとしてて、でいい部分だけって感じなんですよね。煮干しの苦手な方が言う苦手な部分がほとんど入ってないというか、めっちゃうまいっす。うん、おいしい。月さんのラーメンはね、特製にしますと、チャーシューも鶏と豚と低温のものが2種類入ってまして、これもね、毎日丁寧に仕込んでるんで、ほんとうまいです。ちょっとこれどうですか、これ皆さん、煮干し系に絶対合うね、これ海苔、これ一緒にこれくるんでいきます。あ、だめだ、スープ飲んじゃう。スープ飲んじゃう。けどね、最後煮卵いただきます。はい、こちら1杯目ですね、一瞬で完食させていただきました。あ、今2杯目のこれ濃厚、相変わらずすごい濃度ですね。うわ、ありがとうございます。いただきます。濃厚です。うわ、ということで本日いただきます2杯目のラーメン、こちらですね、濃厚の中華そばでございます。どん傾けてもスープが垂れないですね。じゃあこちらもね、いただきます。
もうこれ見ていただいたら分かる通りですね、もうこの濃度ですよ。うわ、うわ、うん、うまっ。これですよ皆さん、見て、ほぼソースも食べるスープですよね。うわ、ちょっといただきます。でもやっぱり前回来た時よりももう本当にベースのね煮干しのスープがすごく丁寧に取られてるので、こんだけ濃厚でも全くねこの嫌なえぐみとかそういった部分がなくて濃いんだけどね、本当食べやすい。これはめちゃくちゃうまいです。うん、うまっ。うん、うまっ。またこのね煮干しの苦みの部分にさっぱりとしたさ、これ生玉ねぎ刻みの、これがねいい仕事するんすよ。うん、うまいな。あえ玉いけたりしますか？あ、もちろんですよ。いいですか？スキーさんですね、もちろん煮干し屋さんなので替え玉やあえ玉がございまして、以前の動画でもご紹介はしたんですけど、このあえ玉とかに生卵をつけて、ね、一緒につけて食べたりするとマジで最高なんで、ぜひね皆さんもやってみてください。で皆さん、あえ玉でございます。もうねこれだけで何倍もいけるぐらいうまいんで、しっかりと混ぜた後のあえ玉、もうこれがねめちゃくちゃうまいんですよ。ひとまずはちょっとそのままでいただきます。うん、そしたらもうせっかくなんでね、こうつけちゃいましょうか。うん、うん、結局あれですね、スープがこれもうない。うん、うん、ということでですね、例えばなんだかんだこれあえ玉ももちろんですが、これスープもしっかり簡易してしまいました。ということでした。ということで、ただいまですね、3枚目にいただきましたのがこちら、つけ麺でございますね。こちらのメニューなんですけれども、まあ、常時販売しているものではなくて、今日の夜たまたまですね限定として販売する予定だったものみたいでして、麺丼もそうだしさ、あのつけ汁の丼もそうだしさ、めちゃくちゃうまそうなんで早速ねいただきます。麺はこちら全粒粉入りの太麺となっております。今日もひとまずちょっと麺だけでね。うん、うまっ。でこの辺りでですね、漬け汁につけたいと思うんですけど、まあそうですね、これ案の定浸からないですね。予想はしてましたが、もうこんな感じでね、もうあの浸からないです。これすごくない？いただきます。ちなみにですね、スキーさんの方では結構頻繁に普通のメニューだったりとか、あえ玉、どちらもですね、限定の販売、定期的にね、しておりまして、そういったメニューの発表につきましては、ツイッターの方でね、常に発信しておりますので、気になる方は公式のツイッター確認してみてください。
うーん、うわ、じゃあこれもちょっと最後ですね、いただきます。うん、うまっ。ということで、ただいまですね、こんな感じで3杯目をきれいに完食していただきました。ごちそうさまでした。はい、ということでですね、本日最後にいただきますメニューが到着いたしました。こちらの油そばいただきたいと思います。またね、今までとは違ったこうやって味付けの背脂とかも入ったりするようなガツンとした一杯なんで、どうね変わるか楽しみなんですが、いただきたいと思います。もちろんね、こちら油そばなんで、最初からこれ卵黄割らしていただきまして、しっかりとねちょっと具材を混ぜつつですよ。この見た目いかがでしょう。 100% 食べる前から分かるうまさだよね。もちもち感と油のね、旨味とか甘みでコクも引き立つし、今までのねメニューとは違ってスープはないんだけれども、負けないぐらいね美味しさとかコクがありますね。うん、普段とかはね、あの月日さんご飯物とかも提供されてるので、こう油そば頼んだお客様、ご飯物も一緒に頼んで、最後ちょっとだけご飯残してこの具材とかにね入れても絶対うまいと思いますね。すいません、あのちょっと催促したみたいでね、ちょっとご飯をいただきまして、最後締めですね、これ残った具材とともに追い飯で、絶対うまいこれ。これいかがでしょうか。これ具材たっぷりね、最後の追い飯いただきたいと思います。あー、うまい。ね、ということで、ただいまですね、こちら追い飯も全て完食させていただきました。またごちそうさまでした。ということで、本日はですね、月日さんで限定から通常のメニュー全て含めてですね、4杯ラーメンをいただいてきましたが、まあもう表情とね、発言と見ていただくと分かる通り、マジで忖度なくてめちゃくちゃうまいです。以前ね、僕が2年ほど前に来た時には、よりこう、なんていうのかな、煮干し感が強めで、わざとむしろちょっとこの煮干しのね、この苦味だったりとかえぐみの部分を旨味に変えて、すごくパワーのあるパンチ系の濃厚系煮干し屋さんだったんだけど、今日食べてみてね、本当にめちゃくちゃ繊細ななんか仕上がりになったというか、正直な話、以前食べた時は煮干しが苦手な方であればちょっときついかもしれないですって動画内でも話したメニューもあったと思うんですけど、本当に今日食べてみて、むしろ苦手な人こそちゃんとこの美味しさを出しているこの煮干しのラーメンを一度食べてみて、これがダメだったらもうしょうがないっていう、もうそれぐらい本当にね繊細でしっかりと仕事をされている美味しいラーメンでございました。ぜひですね、皆様も気になった方はこの月日さんで美味しい煮干しラーメン食べてみてください。もちろん苦手な人のみでなく、煮干しジャンキーの方でも納得できるような美味しい味わいになってます。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、そちら概要欄からチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。はい、本日もご視聴ありがとうございました。月日さん、本当に美味しい、本当に美味しいよ。やっぱ最近はですね、家系だったりとか、ちょっと前だと二郎系だったりとか、ラーメンをね食べに行く動画に関しては結構ねがっつり系のものが多くて、こういったチンタンラーメンとかね、本当に僕の動画では少ないんだけれども、もともとは結構煮干しとかもずっと好きなので、こういったラーメンが食べられる回も個人的にはかなり幸せですし、いろいろね食べ歩いておりますが、この煮干し系のお店の中ではもうトップレベルに美味しいラーメンですので、ぜひね皆様も食べに行っていただきたいところではございますが、この辺りで本日の米編コーナーに参りたいと思います。前回公開させていただきましたステーキロッチさんのコメントから引用させていただきまして、まずは1つ目、
あのステーキとかさ、バーベキューとかさ、そういった際に食べる焼き野菜のうまさ、あれ何なんでしょうね。マジでわかります。前回ね、あのロッチさんでチャレンジした際にも結構な量の焼き野菜、もやしとキャベツかなが入ってたんだけれども、こう火の入った野菜の甘さのいいこと、本当にね、このステーキ、お肉の合間に食べる甘い焼き野菜、最高でございました。前回ね、挑戦したチャレンジメニューに関しては厚切り玉ねぎ、これは入っていなかったので、次回ね、個人的にお伺いさせていただく際にはちょっと注文して美味しい焼き野菜も楽しんでいきたいと思います。そしたら続いて2つ目のコメント、デカ盛り店の店主さんたちは優しい方が多いということで、本当にね、そうなんですよ。僕自身もやっぱりこういったデカ盛り、大盛りのお店の方っていうのは、なんかね、こう優しさが行き過ぎたゆえにっていう部分が結構大きくてですね、やっぱ行くとこう心がね、温まるような出来事とか出会いがたくさんあるので、そう、なんかね、行っちゃうんですよね。もう毎回ね、腹パンパンになって、やべえ、食べ過ぎた、みたいな、もう半分ね、後悔にも似たような気持ちもあるんだけど、それ以上にですね、こう帰りの車の中では、こう、良かったな、嬉しかったな、と、まあ、心がね、あったかい、そういった部分がね、多いかな。ぜひちょっと皆様もですね、食べきれないとかっていうのがあって、なかなか行けないよってところもあると思うんですけれども、まあもちろんそういったお店さん、店員さんにね、伝えていただければ量なんか減らせるところもほとんどですし、お店によってはお持ち帰りもできますので、気になったお店がねありましたら、ぜひ皆様もそういったデカ盛り店で、お食事試してみてください。そしたら本日最後3つ目のコメント、こういう企画ね、めちゃくちゃやりたいです。商店街とかでね、もちろん食べ歩き、あとまあもちろんお店にもね入っていいと思うんだけれども、そういったところで1万円企画とかね、やってみたら、いろんなこの地元のね、いい部分を紹介できたりもしますし、何よりもやっぱり食べてても見ててもね、楽しいような動画になると思うので、そういったね、企画やりたいなーってずっと思ってるんですけれども、こう商店街とかそういったところになりますと、この撮影のね、問い合わせ先が難しかったりとか、まあ、自治体とかになったりはするので、そのあたりがね、ちょっとクリアできれば、本当に僕がやりたいその食をね、紹介するってことに関しましては、もう完全に一致するような企画ですので、ぜひぜひですね、今後そういったこと検討させていただきまして、面白いね、企画だったりとかもちょこちょこと、やっていければいいなと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。本日の動画はこのあたりで終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。